来た、神獣ドラン出現。ちょっと待って、神獣とやらが出る前に、リース回復。多分ね、弱点を突くことできないと思うんですよね。多分そうだと思います。だから、今回は、物理でやっていきたいと思ってます。全員の防御力を上げる。で、あと、シャルロット。よし、これで行ってみたい。どこだ？うお！来た！よし。やれやれ、これは強そうだ。で、実はこれ、スライムの人に力ダウン。書かないな。ちょっと待て。ちょっと待て。ターゲットが出ないぞ。ターゲットが出てこない。来た、ドラン。力を下げる。これを、敵がね、レベル上げやってる時に敵が落としたんです。ちょっとこれでやっていきたい。敵がどのくらい、半分にしてなんだこれ。なんだこれ、どうなる？あ、ダメージでかいぞ。半減か。ハーフバニッシュ、なるほど。よし。ちょっと待って。魔法ではなく、あれ。シャルロット、シャルロット、シャルロット。シャルロット、回復してくれ。ミスト回復。あ、効かない。今回は物理でやらせてもらいますよ。まあ、といっても、そんなにダメージが通るわけじゃないんだが。ダメージ減らせると思う。よし、方向なんだこれ。ん、ま、そんなに大したダメージはないな。ちょっと待てよ、一応ポトの油使っておくか。どんな攻撃仕掛けてくるか、まあ手の内がわからないからな。よし、必殺技だ、食らえ。どうだ、ボディチェンジ。何？うわ、何？よし、シャルロットのちびっこを回復する。じゃあちょっと魔法かけてみるか。たまには。聞けばいいけどな。ホーリーボールかけてみよう。どうだろう。反撃は怖いけどな。反撃で何やってるかわかんないけど、70から大したダメージならん。スパイラルムーン。なんだこれ、あ、なんだ、最大 HP がダウン、これまずいんじゃないか。ちょっとまずいね。よし、アンチラ回復しよう。またか。あー、今度はリースか。だがすぐに回復するぞ。で回復する。こっちのダメージか、通るな、通ることは通るな。ダメージはよし、このくらいだったらまだ大丈夫。リースを回復。やれやれ、ほら食らえ。方向、うおー、よし、まあいいや、こまめに回復していこう。じゃあ、シャルロットじゃなかったらリースか。HP 元に戻ったか。元に戻ったな。なるほど。元にはちゃんと戻るみたいだな。シャルロットを回復する。なんだこれ。回避率ダウン。ちょっと待って、ちょっと待って。まずいんじゃないか。アンテナ回復しよう。エナジーボール。なんだこれ。これなんだ。エナジーボールって何？なんか、なんか属性がついたらもしかして。属性か？ダメージが通らなくなったかもしれない。ちょっと待てよ。うわ、最大 HP がダウンした。
じゃあ、シャドウと回復して、ちょっとアイテム使おう。とりあえず HP、リースの HP 回復して、で、ちょっとドレイクかけ直そう。ドレイク。魔法効果は切れたかもしれん。ね。うわ、またか。誰？あ、よし。ちょっと待てと。アンジェラ回復。で、シャロット回復しないと。シャロット。では、シャロットはシャロット回復と。また来た。これはなんだこれ。この効果はわからん。よし、回復だ。で、リース回復。ちょっと魔法かけちゃうか。何が効く？まあ、多分弱点をつくことはできないと思うんだが。やらないよりはいいかもしれない。なんか防御してやがるしな。で、どうだ？やっぱダメージが出ないな。弱火確認してくればよかったな。効かないぞ。一応回復しとこう。あんま食らってないけどな。もう一応念のために。また来た。くそ。じゃあ、シャロット回復。シャロットの MP 回復するか。で、また来たか。うわ、これ強い。ちょっと待て。こいつはだ。こいつはポトで回復しよう。で、シャロットを、じゃない。アンジェラ回復しよう。アンジェラを回復するぞ。アンジェラを回復する。ほら、食らえ。また来たか。俺、強力だぞ。くそ、シャロットのコマンドが開かん。リースを回復。防御してるか。よし、じゃあ魔法を食らしてやれ。やれやれ、これは強いぞ。食らいやがれ。基本80ぐらいしかダメージ当たんないみたいな。これなんだっけ、ダメージだっけ。あ、最大 HP ダウンか。勘弁してくれって話だな。うわ、ちょっと待て。ちょっとまずいぞ。回避率がダウンした。これはまずい。どうする。よし、じゃあこいつかけよう。回復が間に合わなくなってきた。もう一回だ。もう一回ポトで。よし。で、シャロット。くそ。ちょっと敵が早いぞ。待て。今誰だった。誰だ。アンジェラか。よし、アンジェラを速攻で回復して。で、ヒールライト。こいつを、じゃあ、リースにかけよう。よし。魔法攻撃。やらないよりはいいだろう。もしかして反撃してくるかな？こうやって。だったら魔法なんてやんない方がいいな。そういうわけではないか。よし、で、この隙に、アンジェラを回復。シャロットの HP がちょっとだけ減ってるな。シャロットのコマンドが開かん。シャロットを回復しよう。また来た。さあ、まだこのぐらいのダメージだったらまだなんとか。よし、ひさささのゲージが溜まったくらい。よし。くそー、やっぱり開かん。なんで開かんのだ。また来たか。
クーホラー、ちょっと待て。まずいぞ、解説ダウンとか言ってるし。またフォト使うぞ。やれやれ。よし。シャロット、魔法だ。違う、魔法だ。じゃあ、アンジェラが100減ってる。まずいぞ。さあ、この防御が。じゃあ、シャロット回復。アンジェラ魔法だ。食らえ。どうだ ?80 か。じゃあ、リースを回復。食らえ。くそ、必殺技が出ない。必殺技だ。食らえ。さあ。これで、最大 HP が半分か?最大 HP が半分じゃないんだな。今の技は。食らえ。じゃあ、シャロット回復。これは回復が間に合わなくなると、ここは負けるぞ。シャロットの MP を回復しておきたい。よし。で、また来たか。誰だ?シャロット狙ってきたな。よし、すかさず回復だ。またガードしてる。アンジェラ、暮らしてやれ。暗い。ちょっと待った、ちょっと待った。アンジェラ回復。やれやれ。さすがに強いぞ。暗い。よし、ここは、フォトの油で、全員を回復。やれやれ、これは、なかなか。ダメージが通るか、通るな。まだ通るな。よし、食らえ。必殺技を。ダメか。ゲージがなくなったような気がしたか。小賢しいぞ、こいつ。シャロット回復する。また防御してるな。よーし、食らいやがれ。アンジェラを回復する。まあ、90しか食らってないけどな。ちょっとこまめにやっといた方がいいわ。またかー。くそー。だけど爆発的な攻撃とかないな。うわ、ちょっと待て。ないとかいつかなり食らってるけど。リースを回復する。食らえ。よし、じゃあリースの必殺技を叩き込む。ほらダメージ取んなくなったか?どうだ?あー、くそ。リースを回復。ヒールライト。こいつをリースに。全員減ってるな。フォトの方が良かったか?フォトの方が効率的だったな。ちょっと待って、危ない危ない。いや、フォト、まだ使わない方がいいか。では、シャルロット回復しよう。聞いてない。回避率が高いんだな。そう。これを使おうか。バードの、あれ?バードの鱗ってなかったっけ?あ、入れてなかったか。そう。バードの鱗入れてくればよかった。敵の回避率が高い。こいつを使うぞ。で、シャロット。シャロット、シャロット。シャロット。
使うに早いか。やめとこうか。来た。くお。くらえ。うわ、まずい。まずい。まずい。ここはだ。パックンチョコで回復。で、シャルロットの MP が減ってきたぞ。まずい。くそー。防御してるな。チャンスかもしれない。シャルロット回復しちゃおう。で、ヒルライト。こいつをじゃあ、リリースにかけて、シャルロットの MP も回復する。もう一回使うか。よし。シャルロットを回復。ほら、いつまでガードしてんだ。この不足のやつね。スパイラルムーン、またかー。そう。何度も何度もやりやがって。まずいぞ、ちょっと待て。HP がみんな減ってる。じゃあアンジェル回復して。ムーンセイバー。そう、これ、HP 回復だろうか。HP90 か。なんだ、攻撃、通常攻撃に属性がついた。あ、まずい。ちょっと待って、ちょっと待て。これはちょっと魔法を待ってる感じではない。ポット使うか。ポット使ってしまおう。あと2個か。やれやれ。これは本当に強いな。ボディチェンジ。チキショー。これは煩わしい。アンジェラを回復。で、リスの HP を回復する。魔法かけてやりたいが、コマンドが開かなかった。くらい。してるね、あいつ。でも5ポイントか。大した量ではないが、くらえ。ちょっと待て。くそ、久々叩き込めなかった。シャルロット、シャルロットの消耗が激しいな。シャルロットを回復する。で、シャルロットの MP を回復しないと。よし、魔法だ。魔法で攻撃してやれ。また開けるか。ほら。どうよ。またこれか。ちょっと待て。どうする？誰回復する？アンジェルか？くらえ。そう。アンジェル回復。当たらん。効かないぞ。ダメ、通んなくなった。ドレイク。
車通るかな。さあ、これ結構来るな。ダメージか。これが最後のこと。よし。ほら。さあ、地味に回復してんな。また来たか。さあ。こいつはしぶといぞ。くらえ。なに、ほら、なんでだ。よし。また来た。ふぅ。ちょっとこれはしんどいね、この戦いは。ちょっと待て、ちょっと待て。アンジェラ回復。そう、ダメージが通らん。シャロット回復。ちょっと待って。まずいぞ。これは、まずい。リースがまずい。リースの HP を速攻で回復する。やれやれ。で、どう？どうだ？さあ。早く倒れてくれ。当たらないし。やったか。うわぁ、これ強かったよ。ふぅ。やった。勝った。やったね。真珠は時間が経つと覚醒してどんどん強くなるからね。あと7匹。どこから回るか考えて進んだ方がいいかもしれないよ。しっかり。よっしゃー。勝ったぞー。よし。じゃあ次回までにアイテムの補充なんかやっておきます。で、まぁ、次回もね、どこを狙うかっていうのは大体決めてあります。はい。それを予想しながらご覧いただくのも一興かもしれませんね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。はい。なんかちょっとね、動画切ろうかなって思ったんですけど、なんかこいつら、いなかったですね。ここに前来た時はいなかったけど。ニキータ、いえ、私、ジョセフィーンのニキータとは昔、恋人同士だった。彼は自由なシーフに憧れてナバール盗賊団へと行ってしまったのです。ああ、愛しのニキータ。それはともかく、買い物をしていってください。はい、なんか売ってくれるらしい。お金いっぱいありますね。3906。上がりますね。ちょっと防御力上がるな。これ買っていこう。これ全員分の、装備を買っておこうか。よーし、少しでも防御力上がるのは嬉しいぞ。ニキータ、うにゃ、わしゃ、チキチータ。ニキータとは遠い親戚になるにゃ。わしら猫族は本来こうして行商する商人の一族。ニキータはそんな商売が嫌いで飛び出していったと聞いたことがあるんや。それはともかくせっかくだから買い物をして行きにあさあれ。ニキータってなんだっけ、漁港パロでタコ殴りにされてた猫だな。これ上がりますね。146パー、グリフィンランス。これどうするか。かなり上がりますね。92か。もう少し粘ってみるか。まあ、どうしようもなくなったら買います。はい。というわけで、じゃあ次回までに、これ装備し直しておきます。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。今度こそ。